撮影開始します。2月8日船内時刻6時04分、スティーバーウィン号船首には海賊旗、船体の中央にオランダ国旗を上げております。船尾からはプロペラを破壊するためのロープを曳航中です。かなり母船の近くまで来ております。危険な距離になっています。こちらは放水砲で、対応しております。